みなさん、ゆはばんはゆはいチャンネルはいです。ということで今回なんですけども、三種の神器ね、使っていきたいと思います。まあこれデッキなんですけど、ジャスミンとフェアリーライフでめちゃくちゃでマナを加速しながら、ガードホールとストームホールを最速で打ちまして、ディアボルスゼータを踏み倒して覚醒させて、ストーム G ダブルクロスを乗っけて、覚醒後のこのねメテオバー発動でドラゴニックピッピーとか、まあ、セブカイザー踏み倒して、ガイアール・オードラゴンとデビル・ドラゴンとラストストームをね、一気に盤面3体並べて、相手をね、ぶっ飛ばしていくっていう、めちゃくちゃ楽しいデッキになってますんで、ぜひ、ね、皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価も、年内チャンネル登録者1万5千人目指してますんで、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、早速、こちらの方に行きましょう。行くぞ。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと、さオープニングハンドなんですけども、ガードホール、フェアリーライフ、DNA スパーク、ラストストームじゃなくて、ストームホールでね、始まったオープニングハンド。さあ、デスゲートなんで、デスゲート置きまして、まあ、ライフからね、入れたらだいぶ強かったんですけど、さあ、お相手氏は、さあ、エナジーライト。ターン終了。さあ、エナジーライト置いてきたってことは、次のターン、エナジーライト打ってきそうですね。さあ、フェアリーライフ、ここで打ってたのは、だいぶでかい。最速で、まあ、ストームホールだったり、ガードホールから、ディアボルスゼータ出して、ラストストーム、そしてね、オウドラゴンとガローズデビルドラゴンをね、一気に展開していきましょう。さあ、エナジーライトで、お相手はリソースを回復してくれ。さあ、トップが、ガードホール。さあ、ガードホール埋めまして、ちょっと動き的には、微妙か、こっち。相手はライトでリソースを回復しながらの、天文デッキっぽいね。さあ、ナチュラルトラップ。さあ、次のターンに一旦ガードホールを打って、6マナとかになっちゃうとね、デモファンだったり、デスゲートを撃たれて処理されてしまう。さあ、ミルガムザン、ミルザム。さあ、ポジトロンサイン。ここで天文を撃つという選択肢でしょうか。さあ、5ターン目の天文は強いね。撃つのは、まあ、パーギャラ、パーギャラ。さあ、完全とは何か教えられますね。さあ、通さない。絶対通さないマン。さあ、トップ、オブザデックが、デーモンハンドなんで、一旦打ちましょう。ガードホール。暇ながねえからな。ストームホール打てないからね。さあ、ディアボルスゼータ出しまして、次一応ね、覚醒はさせたい。相手ね、ハンド3枚なんで、まあ、処理札ないことを祈るしかないかな。それか、次何出てくるかによるけど。さあ、何が出てくる？まあ、6マナなんで、普通に手打ち天文とかも全然考えられるね。さあ、天文を。埋めてくる余裕を見して、ターン終了。さあ、山札に戻すカード。まあ、ここら辺をね、適当に戻しまして、処理札がなきゃいけますね。処理札がなきゃいけましょう。進化ギャラクティボルテックス、ストーム G ダブルクロス。さあ、これさえ、成功すれば、さ、ストームホール。しかも DNA もあるから、パーギャルとか、ブロッカーを、いや、DNA 強いぞ。この DNA は。頼む。処理、しかもバルクラス間に合わないから、このターンは。頼む。一戦目からバルカリアスの落ちはいらない。バルカリアス、このターンは大丈夫だ。デモハン、デスゲート、ここら辺をケアできれば大丈夫。ガードホールは大丈夫、セーフ。ガードホールはセーフ。いや、だからこの、不滅ギャラクシー。いや、でもこれ勝ったぞ。ホーリースパークとかなきゃ勝ったぞ。さあ、ディアボロスデータ落として、さあ、ラストストーム。これなんですよ。で、DNA スパークで全タップなんで。で、オウドラゴン、ガローズ、デビルドラゴン、一気に降臨しますからね。さあ行きましょう。DNA スパーク、これなんだよ。さあ、すべてタップ。ブロッカーを無効化にする。さあ、ワールドブレイク。するときにドラゴニックピッピ、そしてブーストグレーン、これ手順間違えると大変なことになるんで、ちゃんとね、最後に、ガイアールと、セルカイザーを選んで、さあ行きましょう。プレイスリンク。ガローズ、デビルドラゴン、そしてラストストーム、オウドラゴンがね、一気に盤面に並びます。最強すぎるな、これ。で、ワールドブレイクして、天文でもね、オウドラゴンで全部破壊できるプラス、ガローズ、デビルドラゴンでバウンスもできるんで、完璧な布陣ですね。これさえ、できたら、デスゲート問題ない。デスゲート1枚じゃ返せないよ。さあ、でもね、もうデビルドラゴンでバウンスもできるから、おっ、月曜すぎるね、もうパーギャラ。不滅を戻しまして、ダイレクトアダック対戦。あーどしゃー。はい。
ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、ナチュラルトラップ、ジャスミン、ストームホール、ピカリエ、ストームホールでね始まった煉獄スクラッパーなんですけど、さあジャスミンからのピカリエムーブができるので、さあ DNA スパーク置きまして、さあ行きましょう。ジャスミン、ジャスミンのブーストで、ピカリエのワンドローで、またねジャスミンとかブースト系を引けると結構激アツ展開。最速ストームホールからディアボルスゼータ、覚醒ストーム G、 ダブルクロス、デビルドラゴン、そしてオウドラゴンっていうねムーブができたら本当に完璧。さあ行きましょうピカリエ。さあこのピカリエのワンドローがジャスミンめっちゃ強いぞ。で次まあ DNA 置くしかないね、トップ次第ですが、ソウルアドバンテージからのディミトリ、今日はさマットロックチェスター、相手のマットロックが早いかこっちのラストストームが早いか、ちょっと相手のマットロックの方がね圧倒的に早そうなんですが、デーモンハンド、さ DNA スパーク置きまして、さあ行きましょうジャスミン。ジャスミンの能力でブーストすることによって次ストームホールが打てる。そしてね相手多分闇のオーダーぐらいなんですけど、さすがにラストストーム取れるぐらい闇のオーダー墓地増やされないんで、こんな最速では。さあディミトリー、はいはいはい、さあこのね気持ち悪い笑い方でしっかりとね墓地を肥やしながら、こっちのねストームホールを待ち構えているさ DNA。 さあこれ一旦ま DNA 置きまして、さあ行きましょうストームホールで、盤面ね7体開けてなきゃいけないので、一応このストームホールディアポロスゼータの覚醒の時に、まあピカリエをねまあ生贄にすれば大丈夫かなと。そうすればデモハンとかもギリマナチャージすれば打てるような感じになるんで、言うてこれねディミトリとかパーギャラとかね、そういう無敵のブロッカーじゃなかったら DNA でタップする必要性がないので、むしろラストストームでねブロックしてほしいまであるんだよな。さあまだ来なそうだねマットロックはね。いや来るな、いやめちゃくちゃポーカーだな相手ディミトリさえ。さあさあこれ一旦覚醒させて、だけど相手マットロック来ても破壊呪文がなかったから、墓地に落ちてなかったからリタイアだけしないでほしいな。さあいきましょうラストストーム、決まれ最終決戦、一方的な最終決戦ですからねこれ。さあこれはまあジャスミンはもう使わないと思うんで、ジャスミン置いて天命を待ちましょうか。デモハン打ってもそうだけど、まあ打たなくてもいいか、マットロックとかに取っておいても全然いいから頼む。多分ないんじゃないかな、デモハンとか入ってないでしょ。デスゲートがねワンチャン入ってる可能性は全然十二分にありえるんですけども、それ以外であれば十分に受け切れる。頼むオードラゴンとデビルドラゴンのね力を見させてやってくれないか。崩壊と灼熱の牙空打ち、オッケーであれば完成します。オードラゴンとラストストームとデビルドラゴン全てが並びます。さあビクトリーレアを全て並べるこの最強展開。さあデスゲート、デスゲートは別にまあ打たなくていいか、これもうブロックしてきてほしいんだよなラストストーム。でこれねもうオードラゴン立った時点で勝ちなんですよねマットロックチェスターに関しては。でこれまあサイキック絶対に間違えられないんで、しっかりと順番を守って出しまして、こうなってしまったらね勝ちですよ。呪文も封殺できるんで、相手打てないからねマットロックチェスター、呪文を踏み倒すことができません。そしてオウドラゴンもねプレイスリンク、この盤面イケメンすぎない。ラストストーム、デビルドラゴン、オウドラゴン、これ三種の神器デュエプルの目玉カード全てを出し切ってワールドブレイク2体ですからね。さあここでトリガー発動、闇のオーダー、オーダーデスゲート、あまりにも強すぎるがさすがに勝ちましたね。オウドラゴンでもデビルドラゴン1体さえ残ってしまえば盤面にブロッカーがあってもなくても関係ないので、しっかりと勝ち切っていく。だからデスゲートでまあいろんなものは踏み倒せますが、あそっちで何出てくるの、ベリアルバームですが、デビルドラゴンでね2体バウンスできるし、墓地はね24枚ないので大丈夫ですね。相手のトリガー強すぎない、あまりにも、だとしても強すぎるな。対戦、あーどうしたー、はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、クロスアイニー、フェアリーライフ、DNA スパーク、ピカリエ、デーモンハンドでね、始まったオープニングハンド。さあ、バルカディアス来た。はいはいはい、皆さん。今、バルカディアスがマナに置かれましたよね。思ったでしょう。あ、3試合目のバルカディアスか。
はいはいはい、どうせラストストームとオウドラゴンとガローズデビルドラゴンね、まあ出して、まあ結局まあバルカレスで返されて終わるんでしょと、まあそういうオチなんでしょ、はいはい分かったよユハイと思ったと思うんですが、いや違いますよと、面構えがね違うので、はいはい、なんかめちゃくちゃエモート送ってきてるが、何エモート、プラチナじゃないよな、トスしてくれのエモートかと思いましたが違うと、何だったんでしょうか、はいはいはい、しかも名前もユハイチャンネルで潜ってないので、そういうエモートでもなさそう。さあ一旦まあフェアリーライフでマナを加速して、ピカリエワンドロー最速ストームホールみたいなね動きを、いやーちょっと天文多いな、オールディビジョンマジで天文とね、カスケードしか当たんない、しかもねこの時マジでカスケード勝てないんだよね、いやカスケードやってることさバカげてんだよね、あれボルバルザーク X だからね、ほんと控えめに言って、控えめに言わなくてもボルバルザーク X だ、もう全てが X、 カスケードナーフしてください本当に。さあ白騎士ゲートからのバルカリアスチャージャーでさ、ロストソウル、さあ殺傷力がかなり高めのようなねデッキっぽいですが、さガードホールがめちゃくちゃ重なっていく、クロスアイに次置いてか、いやまあでも7ターン目に打ちたいね何かしら。さあブレインチャージャー、次天文とか来るかな、バルカディアスだけ警戒したいけどなマジで。さガードホールが重なる、であればもうクロスアイに置いて、次ストームホール置いてガードホールっていうねムーブをしていきましょう。さ DNA スパークからの7マナ、パーギャルとか本当にやめてほしいな。さあ白騎士ゲートでエルドラード、ガードホールで OK です、はい幸せなら OK です。さあフェアリーライフ、さあライフを打ちまして、さあ行きましょう、ガードホールでエルドラードさえ、これガードホール2連発できるの強くない、めちゃくちゃ。でもガードホールからもう出せるサイキックないんですけどね、多分光または闇のコマンドサイキック多分入ってないんで、僕のただの除去札、2枚目のガードホールはただの除去札として使いましょう。で8マナ使ってエルドラード、その1枚バルカリアスなんじゃねえか本当。でもガードホールなら大丈夫です。さあ一旦覚醒は我慢、バルカリアスのオチはもういらない、俺はねバルカリアスで飯食ってるわけじゃないんだ、俺はなデュエルマスターズプレイスで飯食ってんだ、そんなこともないんだけど、はいちょっと嘘ついたんですけど。さあブレインチャージャーで、さあミルザも OK、 完璧じゃないこれ。で相手はバルカリアスがないです、はいバルカリアス持ってません、なんでかってハンドが0枚だから。じゃあ確定しました、じゃあここで確定します、はい勝ちです、さようならバルカリアス、君に苦しめられる時代はね終わったんだよ。さあラストストーム、さあ最終決戦といこうか、バルカリアスどっちが強いか決めようぜ、バルカリアスそしてユハイチャンネルどっちが強いかね。さあ煉獄スクラッパー関係ないです、さあオウドラゴンとガローズデビルドラゴン、そしてラストストームの三種の神器でお前をな倒してやるんだよ。